ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ラガーコーポレーションの中谷です。ラガーコーポレーションオリジナルの IID ドリンクホルダー、大変ご好評をいただいてます。発売してから1年ちょっとなんですけども、もう試写購入すると、もうすぐ1万個になります。そして、今年 IID からかゆいとこに手が届く第2弾、こちら、アシストグリップポケットが発売になりました。こちらは、ゲレンデの助手席に装着されているアシストグリップですけども、普段はほとんど使いません。使うのは子供が握って喜ぶぐらいですかね。そこに、ポケットを設置して物を置けるようにしましょうといったアイデア商品です。早速試してみましょう。それでは、こちらの黒いゲレンデ、ORC や GFG のパーツてんこ盛り、去年いろんな雑誌媒体で取材していただいた、通称アゲ G で実際取り付けをしてみたいと思います。もう早速ドリンクホルダーついてますね、この車。はい、こちらのアシストグリップポケットですが、ご覧の通り、ネジ穴も何もありません。ついているのは、クッションの両面テープだけです。で、こちらのアシストグリップポケット、この車はまあ右ハンドルですけども、右ハンドル左ハンドル問わず装着ができます。では早速装着したいと思います。終わり。はい、今こうして簡単に装着してしまいましたが、ちょ簡単なコツがあります。このダッシュボードのエアバッグの面に沿って出し入れをすることがポイントです。入れる時もエアバッグに沿って上から押し込んでください。外す時は下から手を添えて同じようにエアバッグに沿って外します。そうするとこのように、傷なく装着することができます。このアシストグリップポケットを使うにあたって1点だけ注意点があります。助手席にはこのようにエアバッグが装着されています。従いまして、このアシストグリップポケットの上の辺よりも置いた商品が出てしまうと、エアバッグが爆発した際に弾丸のように飛んできます。これは非常に危険です。絶対にやらないでください。はい、使用する際はアシストグリップポケットの高さから飛び出さないものに限定してお使いください。はい、というわけで、第1弾はドリンクホルダーで、第2弾は今日ご紹介しましたアシストグリップポケット、第3弾第4弾と着々と進めています。ご期待くださいませ。